今回はですね、はい、佐賀県佐賀市にやってきました。はい、この佐賀といったら、うん、マコが好きな佐賀ラーメン、うん、そうなんですがあるということで、はいはい、でね、今日はマコが好きなお店に今日は連れて行ってくれるということで、うん、やってきたお店がこちらです。じゃん、大人格、行ってみましょう。行きましょう。あやちゃんで佐賀ラーメン初めて。そうだわ、初めての佐賀ラーメン。そうやな、初めて初めて、楽しみ。なんかすごい大絶賛だからね。来ました。いやー、なんかタイムマシンで来たみたいな感じ。見てみたら、俺がどうなってたHuh!
はい、食べてきました。ごちそうさまでした。心のこもった一杯というかね、まず雰囲気がね、もう時間が止まったかのような、あのとても懐かしいような雰囲気でしたね。まずこの外観と中のこの感じっていうのは、はい、本当に日本全国探しても、もう数えるぐらいしか残ってないと思います。本当に、うん、珍しい。本当に、うん、あとね、出てきた時の器、うん、もう全てがもうなんか自分の感覚とドンピシャでしたね。かわいい。かわいいね。本当に。でね、テーブル、各テーブルにホルモン焼くね、うん、あの鉄板があって、うん、ホルモンを昼から食べてる人もいたりとかね。うん、なんかラーメンだけじゃなくて、もっと他の、あとビールがあったりとか、そうですね、なんか飲みに来る人とかも多分いるんでしょうね。うん、ね、うん、で不思議なことにホルモンとかあるのに、夜はあんまり営業してないみたいなね。あ、ね、ね、僕もお母さんもご高齢なのでここからなんですが、はい、なんかね、自分がちょっと話が飛ぶんだけど、うん、ここのお店の中の雰囲気って、うん、ちょっとアンダルシアの、うん、なんかこうちょっと田舎の男のバルの中に入ったような、すんごいのんびりしてる感じがするんですよね。すただそのアンダルシアの感覚がやっぱりこの九州の少し離れたとことか、うん、東北にはまたなんかいっぱい残ってるって感じがするってことでしょう。うん、まあ、今日はね、私佐賀ラーメン初めて食べたんですけども、うん、こう博多とか今まで食べた場所のどこにもないやっぱり感覚っていうの、豚骨のスープだとか、あと麺もちょっと太めね、そうですね、中細っていうやつかな、うん、言ってみたらすごくね、素朴な味わいの豚骨ラーメンという感じなのかなという印象を受けました。本当にこのスープの豚骨のクリーミーさとか、うん、豚骨の味わいをすごい感じられる味ですよね、うんうん、だから塩味がそんなに前にガツンと来ない、うん、優しい味でしたね、本当に、本当に、チャーシューはバラ、うん、で、わりかしそこまで火が通ってない、うん、本当にこの肉の旨味がそのまま溢れ出てくるような、そんなチャーシュー、うん、で、もやしも入ってなくて、あとは薬味にネギが入ってなくてね、うん、本当にシンプルな、ね、いっぱいでしたね、うん、で自分は大体チャーシュー麺ばかり食べるんですけど、ここはチャーシュー麺がないっていうことで、普通のラーメンを頼んだところ、はい、チャーシューがなんと3枚入ってきたので、うん、本当大満足でしたね。で、大ライス、マクは頼んだ大ライスも、はいはい、うん、あれは大ライスでした。そうだね、意外と大って言って大じゃないとこ多い中でね、うん、あと米自体が美味しいですね。佐賀は本当米どころですからね、うん、現代なので派手な、ね、お店もあるないわけじゃないんですけど、うん、やっぱ気に入ったのは、うん、今日のお店しっかり店内とラーメンとなんかね、素朴って言葉で本当に統一感がある、うん、でスープもこう丸みがある、うんうん、刺激は本当ないんだけどね、丸みとコクって感じなのかな、うん、あれが美味しいです。わかるわかる、うん、はい、ということでまた来たいお店でした、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。